はい、というわけで今回はですね、こちらになりますね。これはコナミの、バンダイ、バンダイから作られた、ミニカーでして、これは日産のシビリアンの、空港で活躍する、まあ、車ですね。まあ、緊急事態の時に、まあ、出動するような、まあ、消防車、救急車じゃないんだけど、まあ、連絡車ですね。それ緊急に、例えば、飛行機にトラブルが起きて故障してしまったりとか、まあ、最悪何か事故とか、まあ、事件とか、そういったことが起きた時に、まあ、こういう車が出動していって、まあ、壊れた部品を修理したり、まあ、事件の場合だったら速やかに乗客の人をこう安全なところにも運んだりとか、まあ、そういったことも含めていたんだと思うんですけど、まあ、活躍する車ですね。で、これがまあなかなかの、車でね、非常にこの、まあ、シビリアンのバスっていうのは当時使ってたみたいです。まあ有名なやつで、ね、連絡車のやつで、当時空港の羽田か成田かどっちかはちょっと分かんないんだけど、そのどっちかの空港 で、これキャブオールの連絡車があったんですよ。でそれが夜中になると勝手にエンジンがかかって、誰も乗ってないので、なぜだか知らないけど勝手にエンジンがかかって、まあ下手したら動き出してしまうみたいなね、まあ実際に動いたこともあったのかな、なんかそういうような、現象っていうか、そういう不思議なことがあったみたいですね。で当時昭和の時代なんだけど、昭和の時代でそれが結構有名だったらしいんですよ。まあでも私は実際それを見たことがあるわけじゃないんだけど、多分まあ当時からそうやって伝えられてるから、実際にそれを目撃した人も何人もいたりね、決まって深夜のなんか2時か3時かなんか時間帯になると、うん、その車がその連絡車が動き出すと、なんでこいつだけこう急に動き出すんだろう、誰も乗ってないのにっていうね、そういう不思議なことがあったらしいですね。だからね、まあある意味それをずっとねこうで展示していけば、そのキャブオールだってある意味ね走って働きたいんだっていうのがあったんでしょうから、まあそういうねのがあってもいいかなと思うんだけどね、うん、展示するとか現役でね、まあ、動くとかね。だけどまあそういうような話があった、まあ、それが本当かどうか事実かどうかはまではちょっと実際私は見たことないから分かんないですけど、まあ私が生まれる前ぐらいの時代かなの時にそういうことがあったらしいですね。でまあなんていうの、まあそれもそれでなかなかね、まあちゃんと元の場所に帰ってくるっていうぐらいだ、言ってたぐらいだからな、確か。だから走ってったら走った気で止まるんじゃなくて、ちゃんと元の場所に戻ってくるみたいな。だからそれもそれでまた面白いじゃないかというのがあってね。まあ実際車っていうのもね、こう、まあなんていうの、見た感じではやっぱ動く、まあ見た感じでは動かないけど、やっぱりその無の魂みたいなので、が宿っていてね、こう、無の魂が、人が寝てる間とか、ちょっとこう、視線をそらしてる間とか、まあそういう時にこう、無の魂となって車がこう動き出してるっていうね。だからそういうことはあるんじゃないかなと思いますけどね。うん。ただまあ信じるか信じないかはね、あなた次第ですって話ですけど。まあなかなかなんです。で、ある意味ミニカーもね、こう人が起きてるとかね、人間が目撃してる間の時では動かないかもしれないけど、人間がいなくなったりね、寝ていたりすると動き出す可能性もありますね。でもまあそれでちゃんと動き出したらそのままなくなっちゃったら、それはそのままそこに止まってたら人間に合わないなってバレてしまうから、ちゃんと帰ってくると思うんですね。だからちゃんと元の場所に帰ってきて、そこに何事もなかったようにそこにいるということでね。だからまあなかなかそういうのでこう面白いんじゃないかなと思いますけども、まあこれももう昭和の時代の車でして、まあ今では大変貴重な、車になりますね。まあこういうのってのはなかなかね、いいですなっていうふうに思いますし、今にはない、
風格というか、なんていうんだろうな、まあ、なんて言ったらいい、色合いというか、そういったところが素晴らしいなっていうふうに思う、まあ、感じではあるかなっていう感じですね。なかなかこのシビリアンの形も嫌いではないので、結構いい形だなというふうにはね、思います。というわけで、どうもありがとうございました。